はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、マリク・イシュタールです。さあ、25周年記念ということでマスターデュエルにね、まあ、大変大型のアップデートが、まあ、到来しまして、神のイラスト違いが、まあ、全部実装されるといったところで、まあ、イラスト違いね、結構いくつかというか、まあ、いっぱいあって、ちょっと入手にするわ。まあ、まず、まあ、ラーの翼神竜、そしてオシリスの、天空竜、そして、オベリスクの巨神兵と、この、まあ、3種類のイラスト違いが実装されるとともに、なんと召喚演出とそのフィニッシュ演出、まあ、攻撃した時にライフ削り切った場合はフィニッシュ演出が入るんですけど、それが、追加されましたというところで、まあ、今日はね、この、ウォーのよく死ぬ竜を使っていきたいと思っております。まあ、ちょっとオシリスとオベリスクはまたちょっと別の動画でというところで、こいつが一番やばいんですよ。何がやばいかっていうとね、これ生成不可なんです。これ生成ができないカード、じゃあ何で入手しますかというところで、なんとねパック3になってまして、でしかもこの神に使いし一族とか偉大なる神々とかあるんですよ。これとかやばいですよ。僕これのパック向いたんですけども、もうね新規カードがこれしかないんですね。マスカレーナとかあっちのイラスト違いと一緒、エルドリッチとかこれしかないから、これ以外特に価値はないんですよね、このパックに関しては。あ、俺持ってたからね、そもそも論だから。これを向くために僕何ジェムぶち込んだかっていうと、なんとですね、まあ普通にね1000ジェムとかで、まあ、あと無料とかでゲットする方もいるでしょうけども、なんと私1万6000ジェム使いました。1万6000ジェムです。まあ約お金にすると3万2000円。はい、ご利用は皆さんね、計画的に。マジで出ないパターンから。俺は出なかった。1万6000ジェムはさすがにやばい。コナミこれやってるだろ、これ。マジで。まあ、お布施と考えてね、まあ、ちょっと、我慢することにしましたけれども、まあ、普通にぶち切れてます。内心では。はい。というわけで、まあ、皆さんは早めに引くことを祈りましょう。でね、召喚演出追加されるとともに演出も追加されてましてね、このラーの翼神竜でぶん殴って勝ちたいんです。今日は。はい。まあ、成功率は非常に低いですけどもね。というわけで、まあ、今日はどういう風にやっていくかというと、まあ、もちろんね、ガーディアンスライムとか、関連カード結構いっぱいあるんですよね。ラーの翼神竜って。この辺でサポートしてもいいんですけど、まあ、この辺のサポートカードがそもそも弱えっていう、ギミックとしてね、弱えっていうのがありまして、まあ、やっぱ現実的にラーを活躍っていうか、ラーでぶん殴って勝ちたいだけなんで、まあ、何をすればいいかっていうと、まあ、西の呪文で、デッキ墓地からランの翼神竜回収できて、しかもアドバンス召喚1回増やせるよっていう効果ありますね。はい。で、さらに、これ墓地から除外すると、なんか生贄を束ねる力を使うことができるんで、まあ、これでランの翼神竜引っ張ってきて、で、あとは盤面にデゲーモンスター並べてアドバンス召喚すればいいだけですよ。で、あとはその、デゲーモンスター並べる過程で、なんか強いモンスターが出ればいいというところがありまして、今回は、以前もね、ちょっと一回動画にしたかもしれない。しないですけども、ティアラーの翼神竜というデッキの中に、ラーをぶっ込んでおりますと。めちゃくちゃ弱くなったね、ティアラメンツ使ってみたけどさ、修正されて規制がね入って、まあ、やっぱ融合回数も減ってるし、当たりもめっちゃ減ってるからだいぶ弱くなってる。だから、まあ、今日はパンクギミック、でカオスルーラー、またはビーステッドプラス、忍びネクロでカオスルーラー、これのギミックをぶち込んでいて、まあ、ここでレベル8シンクロで、まあ、頑張って墓地壊していくっていう、まあ、構築にしてますね。はい。今まではその、石図系とか、ティアラメンツだけでいったんですけども、まあ、ちょっとだいぶ墓地壊し能力も減ってるんで、まあ、この辺のカード入れないといけないかなというところで、はい。とりあえずね、まあ、くっちゃべってもしょうがないんで、見ていただきましょう。ゴッドブレイズキャノンをな。ヒーラーテックテキスト、栄称していくぞ、フィベル。スタート。神アップデートだな、マジで。神アップデートではあるけど、神の演出追加すんのあと2日早かったらな。最近ね、あれしたんですよ、3体リリースデッキ選手権っていうやつ僕やってたんですけど、配信で。よし、どっち取った？これちょっと2日くらい早かったら演出間に合ったんですけど、ちょっとアップデート前にこの大会やっちゃってて、なんか間に合わなかったんだよな。このフィールドマジかっこいいよね。バンキッシュソウルか。オッケー。いいだろう。このフィールドマジでかっこいい。この右上の方にさ、このオシリスが石化されててさ、これ、デュエル始まるとき、あれなんですよ。
こうなんかサンダーさ超電導波サンダーフォースみたいなのがバラってなんかエフェクト出るんですよね。めちゃくちゃかっこいいです。あとなんかちょっと雲動いてるね。なんかスマスロ北斗の剣みたいになってない？なんかフィールドこれなんか雲動いてるねこれ。なんかスマスロ北斗の剣なんだけど、これケンシロ復活するやつこれ。ちょっと待って、くだらねえこと言ってたらこれどこまで行くんだろう。まあ言うてまあまあドローさせてくれるやつ。まあでも言うてバンキストールは意外と増地では止まれるか。はい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 、いいでしょう。自分の持ちからバンキストールモンスター1体を手札に加えることができる最強ラゼン、オッケー。で伏せカードがあとはある、あーあんのか、なるほど。まあこれね意外沈着そうに見えてまあまあ強いんだよなこの盤面。結構相手のバンキッシュソーラー、これは一旦イニシエの呪文でデッキを圧縮してから考えましょう。さあまずはイニシエの呪文の効果によりラーの抑止流を手札に加えることができる。さらにまあ一応貼れるだけ貼っときましょう。フクラクイーン発動、まあ貼れる、こんなものは何枚貼ってもいいと言われてますからね、フクラクイーンは。さああとは、まあ、手数はそんなには出なそうな気がするけど、まあ、ちょっと一回ティアラメンツシェイレーン君の効果発動、まあ、これ多分忍びネクロでいいな。特殊召喚、そして忍びネクロを墓地に送ることによってカードを3枚、おっと、あ意外といい。サリークと、待って、最近ちなみにティアラメンツ使ってなさすぎてティアラメンツエアプランでちょっと意味不明なプレイングしたら申し訳ございません。はい、やべえ、これ当たり少なくなるじゃんこれ、やばい、サリーク使っちゃいけないのこれ、やばい。あこれサリーク使ったらあかんかった、これやばい、ゴミみたいなプレイしてる。うわこれ手数、数ねえからさ、これ数ねえから使っちゃダメじゃんこれ。どうしようこれ、まあでもファイクにした方がまだ言うて相手効果使うかもしれないから、まあ言うてあれか、こう一応 出てくるはする、は出てきはするか、モンスター数は稼げそう。いやーこれやばいな、まあ、とりあえずちょっと一旦あれかな、レイノハード召喚かな、これね、わからん、まず召喚か、レイの召喚します、効果発動します、でこれシェイ落とすしかないですね、もうね、シェイ落とします。でこれでもちなみにもう融合は終わりました、融合の回数はもうこれでほぼ、まあ、一応ハーグニスが効果で墓地を送られなければ。いやこれはキトカロスか、ガーディアンスライムでいいか、これガーディアンスライムで、まあでも言うてね、目的はティアラメンツムーブをすることじゃなくてラーの抑止流でぶん殴ることなんで、まあ、盤面にモンスターがいっぱい出るのに越したことないですよね。でティアラメンツキトカロスの効果を発動、これ相手の癖なんだろうね、まあ多分抱擁か、またはなんだっけ、ダストデビルみたいなやつだと思うんですけど、あ6番機種 OK、 これもう使っちゃっていいんじゃね、これなんかハーフニスとか別に手札にいたところでは関係ないから、これ普通に出すわ、出して、はい、あんま強くねえな、これで、まあ相手なんか出てきてでラセンが出てくると、で、まあ、トレスクリーム手札に加えます、で、フクラクイーンの効果発動して、マグナムート出てきます。いやこれ結構いけるぞ、いやこれ結構いけるんじゃねえか、あーラゼン OK 了解した。これもちなみに見えてる段階でも融合できないの確定しますからね、これ今のところは、まあ、ハーフニスが効果で墓地を送られればまあワンチャンみたいなとこあるんですけど、フクラクイーンの効果で、まあ、とりあえずマグナムートで、マグナムート効果発動してサーチ入れる、でラゼン効果、あなるほどね、破壊される、いや確かにね、これあれだね、ティアラメンツクシャトリラ蘇生をさせないと、まあもうキトカロス5枚持ち壊したところで当たりないからね、ほとんど、まあ、これできればね、まあ白雪落ちてほしいんだけど、まあ、白雪は一応愚かな埋葬で落とせるんで、まあ、なんとかなるかなと思いますね。さあジャオロンが爆誕して、でキトカロスで、5枚墓地送り、こうシェイレンも、もう使っちゃったんだよな、まあ忍びネクロディアノート、まああんま関係ないね、これあんま関係ない、で、まあ、一応張るちょっと待って、ごめんなさいね、ティアラメンツの使い方、ま、下手くそすぎてごめんなさいね。ちょ最近使ってなさすぎて。はい、
バンキスソウルカードを1枚手札に加える。うわー、なんだろうこれ、あれかな、バリウスは出てんのこれ。ヘビーボーガー出れば別にいいんだけど、バリウスはやばいな普通に。なんとかしてバリウスは踏みに行かなければならないといったところで、パンテラちゃんね。いやーこれやばいか。これじゃねえな、これ1回2枚ドローしに行く説あるな。結構2枚ドロームーブをかましに行く説 is ある。で、まあ効果発動して、これ白い落ちてくれると嬉しいんだけど、まあ落ちて、そんな簡単に落ちてはくれないと思いますが、まあ愚かな埋葬があるんで最悪多分落とせはします。一応はさあ、相手なんかチェーンありますね。なんチェーンだこれ。うわーやっぱ来た、フィニッシャーランク5位。やべえ、結構バリウスってフィニッシャーランク高いんだな。あーやばい、潮流拳来た、潮流拳。うおー、これ何破壊してくんだこれ。あれか、2枚ドローおじさん、これ破壊してくるやつこれ。2枚ドローおじさん、うわーこれ多分そうだな、2枚ドローおじさん破壊してくるやつ。地方の闇、いやでも言うてさ、でもってことはまああと伏せかかるだけってことでしょ。いやなんとかなりそうな気はしないでもない。さあマットラブと、ラゼンと、まあ、パンテラミセールとで、これパンチラしていくか。でこちらもパンチラをしていく。 OK でこれで忍びネクロを巻き込んで白雪を出せばいい。時間はまだある、大丈夫、落ち着け、大丈夫だ、まだヒアテックテキスト栄翔チャンスはあるぞ。こんだけぶん回してやりたいことをラーの抑止力でぶん殴るだけだからね。こんだけぶん回してやりたいことをラーの抑止力でぶん殴るだけだね、やばい。さあこれで白雪が爆誕して、で白雪効果発動して裏側守備表示にしていく。これ裏側にすると、あの他に VS モンスターがいるっていう判定にならないから、多分ロックオンバンキッシャー殴れんだよねバリウスで。忍びネクロ効果で、福楽院は使っちゃいけない。あ、これ闇属性光闇あれだな、除外したらよかったな。まあでもあれか、これはフェイトが離れると除外されるから、まあ別にどっちでもいいか。はい、で圧倒的シンクロ召喚、レベル6のマグナムートにレベル2の忍びネクロをチューニング、シンクロ召喚現れろ。カオスルーラー、カオスルーラーシンクロ召喚成功時効果発動、さらにフラクインの効果発動、いけるぞこれで。あ、フォクシーチューン、なるほど、ドルイド、セアミン、バルドライク、テレポート、なるほど。いやこれはさすがにドルイド、よし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 、いいぞ。そしてドルイドブルムの効果を発動、まあ、ここは何でもいい、ドルイドブルムの効果によってカードをゲームから除外し自身を特殊召喚。そしてレベル6のドロイドブルームにレベル4の白雪をチューニング、チューナー早いですけど、シンクロ召喚現れろ、カオスアンヘル混沌の総翼効果発動。後ろ、そのカード何、やべちょっと時間ない、そのカード何、その一生伏せられていたそのカードは何ですかというところで、あ、コンティニュー、なるほど。コンティニュー、なるほど。コンティニュー、なるほど。え、これチェーンないぞ、いけるいけるぞいけるぞ、ヒーラテックテキスト、栄翔タイムだ。自分の墓地より、混沌魔竜カオスルーラーのモンスター効果を発動。光と闇のモンスターをゲームから除外し、自身を特殊召喚。さらに、自分の墓地に存在する、イニシエの呪文の効果を発動。このターン、ラーの抑止竜をアドバンス召喚する場合、生贄を束ねる力を発動することができる。ラーよ、天の前、この的石、不死鳥となれて、ラーの抑止竜効果発動、攻撃力、1万5000バトルベース、ゴッド、ブレイズキャノン、かっこよすぎー神ゲー。ちなみにあのラーの抑止竜って結構サポートカードいっぱいあるんで、まあいろいろね、あのやりようはあると思うんです。ガーディアンスライムとかをね、使うとかいろいろあるとは思うんですけど、
や正直ね、サポートカード大体全部そんなに強くないですよね。はい、なんで、まあ、ぶっちゃけラーを活躍させるのであれば普通にイニシエの呪文をあの出張させて、なんだ、あれ現実的な話ですよ、現実的にそのあの活躍させるのであれば、まあ、イニシエの呪文とかラーを出張させて、なんか適当に、前盤面にいっぱいモンスターが出るあのデッキを使うのが一番いいと僕は思います。はい、まあ、ガーディアンスライムとかね、本当はね使ってなんか紙スライムとか出して、まあ、リリースしてみたいなことできればね一番良かったんですけど、まあ、そんなことやっても勝てないんでね、現実的に、現実的な環境においてね、はい、まあ、その辺はちょっと、まあ皆さんもね、あのいろいろ調整していただければいいかなと思うんですが、いやそれはね、俺だってさ、ラーの使徒をさリリースしてさ、ラーの抑止力出したかったよ。現実的に考えてさ、そんなデッキ勝てるわけないんだよな。あー、ぶっちゃけガーディアンスライムをなんかトレモラで出すとかね、昔はやってましたけどね、まあ、一番現実的なのはもしかしたらあれかもしれないですよ。ラーの玉で相手のカードを処理して所有者の刻印で取り返してから、ラーの抑止力スフィアモードの効果を使って変身するっていうね、あそのタイプのデッキも一応やったことありますね昔ね。はい、やべ、世界終わるやんこれ。うわー、始まりました、始まったこれ。何起きるやつ、何よきデッキこれ。まあ、とりあえずテレフォンとかいう激キモ携帯電話の、まあ、携帯電話だか固定電話だか知らんけど、電話の効果によって、まあ、無限ループが発生します。こいつの効果だけさ、サイコロ0出るようにしろよ、マジで。なんでこいつサイコロ当然のように1から6出してんだ、お前のサイコロだけ0が出るようにしろ、またはテレフォンのレベルを2にしろ。おい、なんかこのおじさん、なんかデッキ全部引いてもうたぞこれ。何が起きんだこれ。なんか制圧してくるかと思ったら、これ先行暗記するタイプのやつ。ちょ、わかんねえなこれ。なんだこれ、ペンデルムス。うお、オシリスの鉄球竜、何。あ、ええ、でもこれハルキショー効果使ってるから、これカオスカトパルトタードとか使えなくね。え、これさっきさ、あれですよね、あのハルキショーの効果使ってましたよね。ハイパーライブラリアン効果ワンドロー、いいだろう。またワンドローしてるな、あいつ。なんか無限にドローしてるぞ、これ無理なんじゃねえか、セザール。え、あ、おい、おい、てめえ、神をバカにしやがって、フィニッシュエイス追加されたんだぞ。何神に射出してんだ。